い、どうも皆さんこんばんは、トヨテです。今回は滋賀県のお菓子になるんですけど、まあ滋賀県のお菓子はもう難しいものがいっぱいあって、でその中でも私が作れそうなものがあったんですけど、それも難しいんですけどね。でそのお菓子は、まあ、レシピは一応あったんですけど、もう材料も多いしレシピ もう長くて大変なんですけど、まあ、材料も揃ったので今回はそれを作っていきます。で作っていくのはアイヤシュッケというお菓子になります。で滋賀県では、まあ、有名なお菓子らしいんですけど、まあ、お土産でも結構買われる方が多いみたいです。でまあ失敗はしない方がいいと思うんですけど、それも経験になるのかなと思うので、でもやっぱり成功できるように作っていこうと思います。今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。それでは材料の紹介をしていきます。まずはこんにゃく。で今回は材料が多いので4つに分けていきます。まずはクッキー生地です。でクッキー生地は一番あの土台になる部分です。無塩バター 70g、 砂糖 20g、 卵3分の1から1/2、薄力粉 100g、 バニラエッセンス少々。次にフィリンゲの材料を紹介します。でフィリングはあのこのクッキー生地の上に乗せる部分です。クリームチーズ 200g、 無塩バター 40g、 砂糖 40g、 卵黄1個分、薄力粉 20g、 ラム酒漬けレーズンを 40g です。次にバニラクリームを紹介します。で、まあ、これもこのフィリングの上に乗せる部分です。卵黄1個分、牛乳 70cc、 生クリーム 30cc、 コーンスターチ 10g、 バニラエッセンス少々、卵白2個分、砂糖 25g。 次にシトロイゼルの材料を紹介します。でこちらは最後の上にまぶす部分になります。無塩バター 30g、 砂糖 30g、 薄力粉 30g、エダムチーズを今回使いたかったんですけど、まあ、どこのスーパーもあっても本当に売ってなくて、今回は代用で粉チーズを使います。 30g です。以上になります。まずはクッキー生地を作っていきます。ボウルに無塩バターを入れてクリーム状にしていきます。このくらいになったら砂糖を2回から3回に分けて加えて混ぜていきます。混ぜたらバニラエッセンスを 2,3 滴入れて薄力粉をふるって混ぜていきます。でまあ、途中で卵を少しずつ加えながらまた混ぜていきます。生地をひとまとめにしてラップで包んで冷蔵庫で30分ほど寝かせていきます。次にフィリングを作っていきます。ボウルにクリームチーズとさらに無塩バターも加えて混ぜていきます。でクリーム状になったら砂糖を数回に分けて加えて混ぜていきます。でフィルタリングはゴムベラで混ぜるよりも泡立て器で混ぜる方がふんわりできるそうです。あ、フィリングですと。で一通り混ざったらこのぷっくりした卵黄とそしてこの薄力粉を加えてさらに混ぜていきます。
そしてラム酒のラム酒漬けの レーズンを入れて軽く混ぜてフィリングは完成です。次にバニラクリームを作っていきます。まずは牛乳と生クリームを合わせてラップをして電子レンジで温かくなるまで加熱していきます。ボウルに卵黄と 25g の半分の砂糖を加えてコーンスターチも加えて混ぜていきます。温めた牛乳と生クリームを少しずつ加えてその都度混ぜていきます。そしてこしていきます。これを強火で温めていきます。バニラエッセンスを 2、3 滴加えて混ぜていきます。よく混ぜて粗熱を取ってバニラクリームは完成です。バニラクリームが常温くらいになるまで冷ましておきます。その間に卵白と先ほど半分にした砂糖を加えてメレンゲを作っていきます。常温になるまで冷ましたバニラ生地とメレンゲを合わせていきます。先ほど30分ほど冷ましておいたクッキー生地を型に入れての下に引いていきます。ある程度均等になったと思うので薄力粉、適量をつけたフォークをこの生地に穴を開けていきます。フォークで穴を開けたら180度のオーブンで15分焼いていきます。次にシュトロイゼルを作っていきます。といっても私もシュトロイゼルって何か分かんないんですけどね、なんか上にかけるみたいです。で、もう作り方は簡単で、ボウルにバターと粉チーズと砂糖と薄力粉を加えて、もう全部の材料を加えて混ぜるだけです。でも粉チーズじゃなくて枝豆チーズの方がいいみたいです。今回ストロイゼルの量がちょっと多いので、あと粒が大きい方がいいみたいなのでふるっていこうと思います。15分焼き終わりました。そしたらフィリングを流していきます。フィリングを入れ終わったのでバニラクリームを上からかけていきます。バニラクリームもフィリングももう全部入りました。というかもうパンパンですねで最後にシトロイゼルをまぶして完成です。完成じゃないんですけど、はい、もうパンパンを通り越してもう山盛りになっちゃいました。で、これから焼くんですけど、焼き上がりがすごく楽しみです。180度で30分焼いていきます。おー、わ、すごい膨らんでる。それでは今から常温で冷ましてから冷蔵庫で冷やしていこうと思います。完成しました。今回は私がちゃんと中まで火が通っているか確認しなかったので、ちょっと中の方は火が通っていないので、外側の方はちょっと火が通っているので、今回は外側を食べて、で残りはまた火を通してから食べようと思います。いただきます。
中のレーズンとチーズの味がマッチしてすごく美味しいです。やっぱり半生、いやでもチーズはまあクリームチーズは生でも食べれると思うので、まあ美味しいと思いますすごく。で上のカリカリのチーズのところもすごく美味しいです。エダムチーズを使ったらもうちょっと風味のいいものができたかなと思います。で。あと焼き時間を、まあ、2倍とまでは言わないんですけど50分くらい焼いたらちょうどいいくらいになるかなと思います。手間はかかりますがぜひ作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。